えー、皆さんおはようございます。えー、っとね、今度ちょっと公演が増えちゃってさ、あの、収録がなかなかね、追いつかなくて、あのー、今日は朝からね、えー、早起きして収録をさせていただきたいと思うんですけども、あのー、今日もね、ちょっと質問にお答えするコーナーってことでですね、えー、っと、ピッピ・ミスターさんかなえー、不動産投資のプロのリューミンの書籍の中あ、ありがとうございます。買っていただいたんで、ね、IR、内部収益率についてってことで、 これ IRR っていうのは Internal Rate of Return っていうね、あの、いわゆる、うん、実際にこの投資が、あの、どれだけ利益出たかっていうね、あの、話なんだけども、この IRR の難しいところなんだよね。えー、ちょっとね、今日はそれを解説したいなと思ってるんですけども、あの質問ではですね、えー、これは毎年の返済後、税引き後の手残りキャッシュフローの合計と、 売却時の、税引き後の手取りキャッシュフローを、投資総額で割ったものという理解で良いでしょうか正しいでしょうかってことなんですね。仮に、1億円投資で、毎年の最終キャッシュフローの合計が2000万円、売却時のキャッシュフローが7000万円とすると、7000万引く1000万は3000万マイナスですよね。プラス2000万で、 えー、そうすると、マイナス、えー、と、1000万だとすると、IRR は10%という結果になることなんでしょうかってことなんですね。で、これね、えっと、IRR の概念というのは何かっていうと、えー、まず、じゃこれでいくよね。1億円投資しましたと。ね。1億円を投資しました。で、毎年のキャッシュフローっていうね、ことなんだけども、 この毎年のキャッシュフローの合計がって言うと、IR の計算できないね。えー、毎年のキャッシュフローが、じゃあ例えば、うんと、合計が2000万ってことだから、1億円投資しました、で、500万円、え、の1年目のキャッシュフローがあるとします。そうすると、この1年目のキャッシュフローを、この、この、要するに1年後なんで、 ここでですね、えっ、ー、と、例えばそこで出てくる、まあ,あ、収益率があるよね。何パーセントなので、この1億円の投資に対して500万の利益とすれば、あー5%だよね。で、トなんだけど、この5%を現在価値で割り戻したら何パーセントになるのってことなんだよね。で、1年目は割り戻す。 ね、そこで5%になるけど、2年目は2年目にまた500万するよね。そこの2年目の500万を、現在価値に割り戻したら何なのっていうこと。で、3年目、4年目。ね、これもすべてここで出てきたキャッシュフローを現在価値に割り戻したらいくらなのこれネットプレゼントバリューっていうことなんだけども、この全体の収益を、ね、0%、あ、0にする。 時の利回りはいくつなのっていうことなんですよ。だから、例えば、1億円投資しましたね。で、500万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 。4年間。4年間であればあ、2000万だよね。で、それで、売った金額が、この、えっと、500万プラス7000万だから、7500万が4年目のキャッシュフローになります。あ、つまり、バッテリーがなくなってきたね。えー、<laughs> ということなんだよね。 でそれを現在価値に全部割り戻したら何、何パーセントで、要するに回収できたことになるのってことなんだよね。だから、えっと、それをね、計算するんですよ。で、それは、あのー、まあ、うん、こういうね、あのー、まあ、電卓で、えー、ね、計算するんだけども、例えば、ね、えー、その場合、 えっと、例えば、えー、ここでいくと、1億円。ね。1億円をマイナスして、えー、CFJ。まあ、こういうね、あの、こえー、と投資した年は1億円の投資だよね。で、翌年に500万円のお金額が入りました。1年目ね。 2年目も500万でしたで。で、3年目も500万だよね。500万入れました。で、えっと、4年目は500万円プラス、えっと、うん、7000万か。ね、7000万。7000万。そうすると、7500万だよね。 で、ここで、えっ、ー、とー、キャッシュウォールー入れたときに、あ、ごめん、間違えた。年数1年に切り替えてないわ。うん、ごめんなさい。もう一回ね。えー、毎年なんで。うん、えー、もう一度よ <laughs>。申し訳ない。えー、ね、今、えっ、ー、と、じゃあもうこの見せなくていいよね。えー、1億円。1億円で、えー、2年目が500万。 三年目が五百万。四年目、三年三年目が五百万。で、四年目が七千五百万。そうすると、えー、ここでですね、キャッシュフローを計算すると、IRR はマイナス 2.83%になります。こういうね、あのー、要するに、えっと、IR、R、の概念というのは結構難しいんだけど、要するにさっき言ったね、投資しました。まあよく我々が言うのはね、投資は下、ね、利益は上っていう、ね、こう、表を書くんだけども、これをね、えっと、まあ、あ1億円投資しました、ね、えー、500万、500万、500万、 500万で2000万だよね。で、この年は、あの、売った金額が7500、あ何千万とすれば7500。この金額を全部、この、ね、初期投資のこの時期に、何パーセントで割り戻したら、ね、えー、要するに投資金、投資したお金がゼロになるのっていう計算法なんですよ。だから、えっ、ー、とー、これ結構ね、高度な、あのー、金融計算が必要なんで、えー、それをね、手書きでこう計算すると、 あの、要するにその割り戻しの年数によって、事情倍でこう計算したものをこう割り戻すから、なかなか難しいんだけど、今はね、エクセルとかでも IR の機能ってついてるんだよ。だから、あそれをおいわゆる活用して、まあ計算するんだけど、まあ我々は大体こういうね、金融電卓で簡単に計算するわけ。で、まあ、あの、この間なんだ、えっと、 ね、この金運電卓の使い方を教えてくれって言うからさ <laughs> 一応ねあの CFNET の企画に言ってくれたらこの使い方の講座ねこれマニュアルがないのよ日本製のあと使い方に対してさ結構ねその難しいのよでで日本語のバージョンのものがなくてで計算の仕方がわからないっていうことなんで不動産投資に関するものについては一応ねあのまあ簡単に、えー、使えるように マニュアルをお家で作ってね、まあ、あの、社員教育とか、あの、えっと、今はあの、シナジケーションクラブっていうね、あの、まあ、ネットの、えー、不動産コンサルタント養成講座ってあるんだけど、その中にの、の、えー、一つに入ってるんですよ。だから、あの、もしね、その、不動産の投資、まあ、今回ね、これ、えー、プロの流儀ね見ていただいたんだけどもお、その、もっと詳しくね、あの、技術的なものが必要であれば、まあ、ぜひ、あの、 c f ネットのね、企画部門ってのなんですよ。で、そこに問い合わせてもらうと、あの、マニュアル自体ちょっと古いけど、別に古,古いからって技術一緒なんでね。で、あとこの電卓がね、ついてくんですよ。で、当初3万円でやってたんだけど、まあ、今回せっかくね、この動画で投、その投稿してもらった人に対しては、一応あの、割引価格ということで <laughs>。あの、ね、この間も誰かね、コメントを入れていただいて買っていただいたんだけども、あの、DVD がついてるんで、 あのー、動画と教材とこれで、えー、こうや IRR の計算も簡単にできるということなんですね。あのー、概念がね、要は、うんと、いつも僕が言うのは、不動産のね、投資というのは、まあ、今言って投資しました。ね、毎月毎月、あ毎年毎年こうお金入ってくるので、で、このお金が入ってくる中で最終的に売却しました。で、で、IR、R、の計算があるわけだよね。 で、初期投資っていうのは、例えば、さっき言ったように、1億円投資して、500万の利益があれば5、5%だよね、と。ね、いうような形で、単純計算するわけだけども、最終的にはですね、この投資のね初期投資分析っていうのがそこだよね。だけど、総合的な投資分析っていうのは、今言ったように IRR だとか、 えっとあー、いわゆる、えー、総合的な収益、ねえー、っというものをその現在価値に割り戻すっていう、ね、方法があるんだけども、それをネットプレゼントバリューって言います。だからそういうものをね、ぐたあのー、計算しないと、先ほど言ったようにお5%がリマリいじゃん、なんていう、ね、あの概念で投資してしまうと、 ま、この方の、ま、計算でいくと、ま、1億円投資だけど、7000万でしか売れなかった。あね、マイナス、3000万は、あの、初期投資分析には出てこないんですよ。だから、総合的な投資分析するには、売り値を決めないと投資分析できない。だから、我々はいつもだいたい5年後とか10年後に売却したらいくらになるんだろうって予測に基づいた全体的な投資分析するんですね。 で、この間は、あの、ね、うちの会社で、ほら、年に2回ね、あの、CFNets f a っていうのをやってたり、あと、あ最近ではね、まあ、大体月に何回か、あの、物件購入会みたいなのやってんだけども、あの、それで僕ね、この間、あの、出演さ、出演させてもらって、えー、言ったんだけど、あのー、うちの会社で、投資分析するときに、どうもそのエリア別にね、その、 あ値上がり予測とか、値下がり予測とか入れてないんだよね。で、これはね、変動するからみんなやっぱビビってさ、あのー、ね、大、え、体、ー、いい買った値段で売れた金額で総合的な判断してるんだけど、やっぱしとけそうじゃないよねっていうことなんだよね。で、これからあのね、スタークレーションとか起きてくると、やっぱりお金の価値が下がってくるから、そういう面では物件の価格が上がってくるよねっていうこと。だそうしたときに、あのー、ね、えー、予測をする。で、この予測っていうのは、 投資家の予測なんですよ。だから我々が、ね、まあ大体、じゃあ、ね、売却時に10%ね、えー、上がっているのか、ひょっとしたら10%下がっているのか、まあこれは計算上はできるんだよね。だけど将来予測っていうのは、その時になってみたらわかんないんですよ、投資だから。だけど、あの、分析としてこの IRR を出すっていうのは、将来的な予測をちゃんとした上で、えー、総合的な あ投資計画を立てる、まあ、そういう意味では非常に必要なあ、まあ、投資分析なんだよね。でね、えっ、ー、と、いつだっけなあの、またね、やるんですよ。あの、えー、いつだ、うん、えっ、ー、とね、c f ネットのホームページ見ていただくとわかるんだけども、うんとね、十うんとどこだあった。 うんとね、えー、急にね、<laughs> やることになっちゃったんだけど、その、えっ、ー、と、結構ほら今、騙されてる人多いからね、不動産投資で。で、今みたいな投資分析しないとさ、あのー、結構ね、しくじるじゃん。で、そこでね、えっ、ー、と、11月28日の日曜日に、えー、騙されないための不動産投資指標ということで、今みたいな話をね、あの、だいたい7、個目くらいかな、の分析の仕方をね、えー、初心者向けということで、 え、させてもらうんだけども、かといってね、プロでもさ、あの、知らない人多いんですよ。だから、うん、ね、あのー、今更聞けないじゃん、そんなの。まあ、今回ね、あの、えっ、ー、と、この、えー、だ,だ、うんと、うん、ピッピーミスターさんあ聞いてくれたから皆さんにこうやってね、お話できるんだけど、聞かれなかったら教えないじゃん。<laughs> だけど、ここは聞かれなくてもちゃんと教えるから。 <laughs> ね。だからぜひね、11月の28日、えー、朝10時からね、えー、生配信しますから。で、僕のセミナーは、後から見れないんですよ。あ、これ、今回のやつあれかな。ゴールドカインになれば見れるのかもしれないね。だから、あのー、ある意味ではですね、まあ、あの、この間もね、あの、c f n e フェアのさ、なんか、うんと、経済予測みたいなさ、ものをやったんだけど、それ、ちょっと当日聞けなかったから、 うんねえ、なんか聞く方法ないですかって言うんですけど、それはもうみんなシャットワーアウトですよなん。なんでかっていうと、あの、公表的な話いっぱい言ってるからなんでね、その時限りの。うん、だから、うん、ねそれはもうしょうがないんで、次回のね、c f ネ e フェアを楽しみにしてもらうしかないんだけども、まあ、今回のこれはね、多分、うん、ゴールド会員になると見れるのかななんかわかんないけど、そんな風にな、仕組みになってますから、まあ、あの、ぜひね、ええー、このお、せっかくなんで、今更聞けない話なんで、 そちらの方もね、参加してもらえばいいんじゃないかなと思います。えー、ということで、えー、参考になったでしょうか <laughs> ということで、えー、またね、ご質問あればあですね、お答えしますので、ぜひ、こちらの方ね、えっ、ー、と、コメント欄に、えー、別にね、あの、この内容についての質問じゃなくていいですよ。別に、いろんな質問をされても結構ですので、えー、そちらの方にね、コメント欄に書いてもらえば、えー、僕の方でそれをまた抜粋して、 お答えするようにしますのでぜひご質問の方もお待ちしておりますのでよろしくお願いしますそれではまたこの動画はいかがでしたでしょうか今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています是非ですねチャンネル登録をしていただくと新しい情報がですね見られるようになっておりますしまたいいねボタンをですね押していただいてコメントの方もですね入れていただくと制作の参考にさせていただきたいと思います どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。